注意、このゲームはフィクションです。実在の人物、団体、残酷な内容、ショッキングな表現などが含まれていますって書いてありました。トークウィズユー実況プレイ始めていきたいと思います。女の子とお話しするゲームらしいです。お話ししていこう。エンディングが5個あるらしいですね。本みたいなのある。触ってみよう。メニュー、セーブ、ロード、メッセージを消す、スキップ、タイトルに戻る、かわいい。セーブしとこう。ちょっといいかしら？はい、なんでしょう。昨日の件なんだけど。何でしたっけ？セーブだな。何でしたっけ？もう、新しい人の担当をお願いしたいって言ったでしょ？はい、これが基本データ。何かわからないことがあったら聞いてね。はい。名前は木村マリア。11歳、児童養護施設の子か。データがあまりにも少なすぎる。もっとあってもいいんじゃないか。あの先輩、どうかした？何か情報が少なくないですか？そうね。でもそのくらいでいいって上に言われたの。ああ。あなたは確かそのくらいの子は初めてなんだっけ？おい。一応資格は持っているんですが、今までは大人の方ばかりでした。そう、わかってるかもしれないけど、大人と子供じゃ違うから本当に気をつけるのよ。大人でも話してはいけない話題、いわゆる地雷があるけれど、子供は感受性が豊かだから何が引き金になるかわからないの。前に何気ない話題がきっかけで、担当していた子供が自殺してしまった先輩がいたわ。もう知り合いが子供を死なせてしまうのはゴリゴリ。その子には一人の頼れる大人として接してあげてね。あなたならできると信じてるわ。頑張ってね。はい。そういう仕事してんだ。一体どんな子なんだろう。考えて接しないとな。考えて接しよう。6月26日。では、お願いいたします。シスター、はい。1時間程度で終わりますので、終わりましたらお知らせしますね。じゃあ、子供と向き合うお話なんだ。この子が担当する子か。まずはどんな子なのか探っていこう。はじめまして。先生とか好きなように呼んでね。これだったら先生しか選択しない。自己紹介しとかなきゃ。マリア。お名前を教えてほしいな。木村マリアです。いきなり選択肢出ましたね。いい名前だねっていうのは、なんかあんま良くないパターンもあるよね。でも私この名前はあまり好きじゃないみたいな。言ってくるパターンもあるから、なんて呼んでほしいか聞こうか。そう、木村マリアちゃんか。なんて呼んでほしい？マリ。わかった。マリちゃんって呼ぶね。うん。早速なんだけど、質問してもいいかな？うん。ちょっと細かにセーブします。すいません。まあ、だいたいこういう時って、初対面の話だったら好きなものを聞いた方がいいに決まってる。好きなものは何？アイス。あ、俺も好き。何が好き？クッキー&クリームのアイスとかすごい好きなんだよね、俺。そうなんだ。先生も好きだよ。何味が好き？チョコとイチゴ。あ、そっか。でも俺イチゴあんま好きじゃないから、結構合わないかも、もう。いいね。もう夏だから美味しくなる季節だね。いや、でも冬にアイス食べても美味しいからね。うん。いや、すげえ当たり障りなくなっちゃうけどさ、好きな子とかここでいきなり踏み込んでも、いい印象絶対ない。いや、わかんない。子供とかだったら好きな子の話とかしたいのかな。好きなこと、聞こう。好きなことは何？ない。ああ、そっか。これ大丈夫か。そっか。本を読むのは好き？いや、ないって言われてんのに。うん。あ、どういうこと？どんな本が好き？魔法使いが何でもリフォームしてくれるやつ。どんな本だ、それ。見たことねえな、多分。今度先生も読んでみようかな。なんていう本？忘れた。じゃあ探しとこう。今、もうネットとかですぐ調べられるからね。魔法使いリフォーム、絵本とかで調べたら出てくるかもね。調べとこう。それかも近場の図書館全部回るわ。じゃあまた後で教えてね。うん。学校のこと最近見たニュース。うわぁ、どうしよう。まあ、最近見たニュースについて聞こうかな。最近何かニュースは見た？見てない？好きじゃない。そっか、まあニュースってあんま良くない話をすることのが多いもんね。そうなんだ、苦手？嫌い。わかった、覚えておくね。あ、なんか今ので好感度。あ、終わりなのか。今日はここまでかな。疲れた？ちょっと。
そっか、あと少しだけいいかな。うん、ありがとう。マリちゃんはお絵描きは好き？うん。じゃあここに絵を描いてほしいな。先生と話した後、一枚絵を描いてほしいんだ。いいかな？あ、そっか。なんか、よくあるよね。こういうカウンセラーみたいなのって、その人に描いてもらった絵によって、その人の心の状態が分かったりするとか言うもんね。うん。ここにクレヨンと色鉛筆があるから、好きなものを描いて。頭にパッと思い浮かんだものでいいから、あまり悩まないでね。わかった。先生はここでお仕事しているから、できたら教えてね。できた。なんだろうこれは。これは何かな？穴。穴？同じリアクション取ってる。うん。どうしてこれを描いたのかな？思いついたから。あ、そっか。なんで穴思いついたんだろうな。書いてくれてありがとう。今日はこれで終わりだよ。お話ししてくれてありがとう。じゃあ、職員さん呼んでくるからここで座っててね。うん。なかなかにガードの硬い子だな。まあ時間は残されているし、ゆっくり行こう。そんな悠長にやってていいのか？これエンディング5個か難しそうだな。7月10日、だいぶ過ぎたな。こんにちは、2週間ぶりだね。うん。今日もお話聞いてもいいかな？いいよ。あ、いいよって言ってくれること、言ってくれるようになった。じゃあね、最近あった出来事よりも今日の朝ごはん何食べた？とかの会話の方がおしゃれ。今日の朝ごはんは何だった？パンとスープ。他には？野菜。いいね。何が一番美味しかった？スープ。先生もスープ好きだな。全部食べた？うん。お、残さず食べたんだ。偉いね。うん。父の日についてってなんかだいぶ直接的だね。お父さんについてなんか悩みを持ってる子かもしんないしな。まあ、夏休みについて無難かな。そろそろ夏休みだね。いつから？24。あ、じゃあ次に会う日が1日目なんだね。何かやりたいことある？ない。施設では何かやらないの？長石そうめん。いいな、やったことある？あるけど見てた。そうなんだ、見るのも楽しいよね。そうだよね、長石そうめんってなんとなく楽しいよね。うん。あ、ダメだな。よく見ておかなきゃいけないのかも、この女の子。うんって言う時の目線とかも関係してくんのかもね、これ。行ってみたい場所ある？そろそろ夏休みだけど行ってみたいところある？海。いいね。海に行ったら何がしたい？貝殻拾い。かわいいな。一緒に拾おうか、じゃあ。じゃあ俺、スコップとシャベル持ってくね。スコップとシャベルって。スコップ、シャベルとバケツ持ってくね、俺じゃあ。それもいいね。先生は海の家に行きたいな。海の家って何？あ、興味持ってくれた、初めて。お祭りの屋台みたいなものだよ。焼きそばとかかき氷とか。今度、施設長さんに行けないか頼んでみよっか。うん。あ、興味持ってる。やっぱじっとこっち側を見てくれてる場合と目線を反らす場合があるわ。うわ、最初っから見とけよかったな、これ。あの、どうしたの？先生といつお話しするの？次は7月24日だよ。お話しした次の週はお休みだね。そっか。でも、何かあったら増やすことはできるから。もっと話したかったら施設の人にお話ししてみてね。うん。あ、なんか俺のこと好きになってきたのかな。じゃあ、今日のお話は終わりだね。今日もお絵描きしてくれるかな？うん。できた。あ、なんだろう、これは。あ、今日は何を描いたのかな？山と月。山。行ったことあるの？うん。そうなんだ。先生は行ったことないな。楽しかった？あんまり。そっか。今度行くときは楽しいといいね。うん。まあ、山は疲れちゃうもんね。今日はこれでおしまい。じゃあまたね。うん。あ、でもじっと見てくれるようになったのかな。もしかしたら。7月24日かな。こんにちは。今日も暑いね。こんにちは。あ、こんにちはとか言ってくれるようになったね。今日も先生とお話してくれる？うん。びっくりするんだけど、セーブがもう埋まっちゃいました。どうしよっかな。旅行についてお話しよっかな。夏について。は、まあ、
この前話したし、じゃあ話したしな、夏休みについて、旅行について。夏休みといえば旅行だよね。マリちゃんは家族や友達と旅行に行ったことある？うん。そうなんだ。どこに行ったの？沖縄とかいっぱい。あ、目線をそらしてるな。これ嘘って意味なのかな？いいな。先生も沖縄行ってみたいな。あー、そうなのかな。やっぱ行ったことないのかな。そういう妄想をしてるっていうか、理想を今言ってんのかな。今欲しいものある？ちょっとこっからはセーブせずに行こうかな。マリちゃんは今欲しいものってある？ない。気になるゲームとかおもちゃとかないの？たまごっちがいい。たまごっちとかあるのかな。あ、最近それ流行ってるよね。学校でもみんなその話してるの？うん。そっか、誕生日とかにもらえるといいね。うん。恋バナはびっくりしちゃうでしょ。急に恋バナはびっくりしちゃうって。しかもおじさんと少女で恋バナしたくない。絶対少女は。夏休みの宿題について。マリちゃんは夏休みの宿題ってコツコツやるタイプ？あ、でもそっか、勉強の話もやだか。うん。あ、コツコツやるタイプなんだ。俺も初日か二日目に全部終わらせて他の日でフルに遊ぶタイプだったわ。ちゃんと計画とか立ててるの？うん。そっか、偉いね。自由研究とかあるの？うん。何するか決めた？まだ。そうなんだ。でもまだまだ夏休みはあるし、マリちゃんなら早く終わらせられそうだね。うん。なんか感触良くなかったかな、今回。今日はこれでおしまいだね。今日もお絵描きしてくれる？うん。できた。お、なんだ。かわいいイラスト描くね。ああ、好きな感じの絵だな、これ。今日は何の絵？警察の人。どっちが？両方。あ、これ、あれなんだ。なんだっけ？警察手帳見せてんのかな？上手だね。好きなの？うん。そうなんだ。でも警察ってかっこいいよね。いやー、絶対そういう話じゃないって。家に来たことあるってことじゃないのか。多分。じゃあ、今日はここまでにしようか。またね。うん。どんくらい続くんだろう。あんま長くないゲームって書いてあったけどね。8月7日。こんにちは。こんにちは。今日の調子はどう？普通。そっか、今日もお話ししてもいいかな。いいよ。夏休みについてはこの前聞いたもんな。施設での活動について聞いてみよっか。施設では何か特別なことした？ボランティア。ボランティア？何の？ゴミ拾いと募金。奉仕活動か。先生も学生の時にやったな。奉仕活動？ボランティアと同じような意味だよ。お金をもらわないでいろんな活動をするんだ。今は意味がないと思うかもしれないけど、続けていれば大切さがわかるよ。なんで？なんでか。人の役に立つことって素晴らしいと思わない？そうなの？先生はそう思っているよ。そうなんだ。じゃあ友達についてちょっと踏み込んでいいかな。施設の人についてとかの方がいいのかな。うわー、これ重要だな。セーブしていいかな。もう一からやり直せばいいか。施設の人について聞きたいか。まずはここの施設はちゃんとした施設なのかな。施設の人は優しい？うん。よかった。いつも一緒に来てる人とは仲良し？うん。でもでも変な格好してる。あー、それはシスターの格好だね。みんなシスターって呼ぶんだっけ？うん、なんか変。そうかな。マリちゃんはそう感じるのかもね。でもシスターは素晴らしい人だと先生は思うな。そうなのかな。あ、でも無理にわからなくてもいいからね。うん。将来の夢、好きなタイプ、踏み込んでんな、だいぶ。うわー、どうしよう。なんかさ、この主人公ってさ、このマリちゃんのさ、恋愛関係の話、聞きたくなってんのかな。まあ、将来の夢について聞こうかな。マリちゃんの将来の夢は何？ない。わー、間違えたか、これ。ないの？ケーキ屋さんとかアイドルとか、そんなお前が決めんな。悪い人。悪い人になりたいの？うん。マリちゃんはいい子だよ。いや、大丈夫。話噛み合ってる？あー、失敗してるわ。恋バナの方がいいの？じゃあ今日もお絵描きしよっか。
うん。先生、どうしたの？先生はパパとママのこと好き？好きか嫌いで言えば好きかな。そっか。あ、でも、マリちゃんからこういうことを聞いてくれるのは、なんか進展あるってことなのかな。マリちゃんは好きって聞くよね、普通。マリちゃんは嫌いって聞かないもんね。マリちゃんはお父さんとお母さんのこと好き？好き。ああ、よかった。そうか。そっか。どんなところ？優しいところ。そうなんだ。二人とも優しいんだね。そっか、もう家族のこと好きって分かれば、これからは家族の話とかすればいいもんね。やっぱ好きなことを話すときが一番楽しいもんね。会いたい。あ、そっか。あ、そっか。そうだよな。またきっと会えるよ。そんな無責任なこと言っていいか？うん。あー、そっか、俺のせいで寂しくさせてんのかな。できた。わー、いい絵だね。今日は何の絵？パパとママ。へえ、上手だね。パパメガネかけてんだ。こっちがお父さんで、こっちがお母さん？うん。見たらきっと喜ぶね。うん。今日はこれでおしまい。夏休み楽しんでる？まあまあ。次に会った時、何があったか教えてね。うん。わあ、仲良くなってる気はする。でも、エンディングが5個あるからね。どのエンディングに行くのかわかんないけど。楽しいゲームだね。こんにちは。今日も元気そうだね。うん、こんにちは。夏休みも終盤だね。楽しいことあった？花火。あ、花火したの。いいな。それはよかった。じゃあ今日も先生とお話ししようか。うん。花火について聞くよな、そんなの。花火をしたって言ってたけど、施設のみんなでしたの？うん。先生も小さい頃はよくしたな。楽しかった。俺も毎年夏絶対花火してたわ。てか友達ん家行く時とか絶対花火持ってってたわ。昼とかでも。うん、楽しかった。どの花火が一番好きだった？線香花火。あ、わかるよ。線香花火は一番いい。本当に。一番いい花火。手軽にできるしね。線香花火が一番いいよね。気持ちわかるわ。いいね。最後にやる線香花火が先生は好きだな。私も。あー、誕生日について聞くか。もうセーブせずに行こう。マリちゃんの誕生日っていつなんだっけ？9月21。あ、じゃあもう近いね。あと2ヶ月ぐらいか。じゃあ、あと1ヶ月だね。あ、そっか、8月だっけ今。ケーキとか食べるの？うん、好きなの選べる。あ、よかったな。いいね。何のケーキが好きなの？チョコケーキ。あ、いいね。どんなチョコケーキが好き？いちごが乗ってるやつ。いいね。誕生日楽しみ。まあまあ。そっか。当日はいい日になるといいね。うん。これからのこととかあんま聞いた方が、聞かない方がいいのかな。好きな人について聞くか。そろそろ。いや、これからのこと聞くかな。今回のルートはちょっと、その、好きな人とかの話はすんのや。あ、でもお母さんとお父さんの話って場合もあんのか。まあこれからのこと聞こう。マリちゃんはこれからどうしたい？どうした？目がちょっと曇ったか？あ、将来のことじゃなくて、今日みたいに先生とお話しする日を増やそうかと思ってるんだ。施設の人から聞かなかったかな？聞いてない。あ、目がパッて大きくなったわ。ってことは、どういうことなんだろう。嬉しかったのか、それとも嫌だなって思ったのか。あれ、先生が言い忘れちゃったかな？増やすの？マリちゃんが良ければだけどね。いいよ。よかった。もし嫌になったらすぐに言ってね。うん。嫌になったら言える？あれ、時間だね。さあ、今日もお絵描きしよっか。うん。できた。なんだこのイラストは。今日は何を描いたのかな？私、アズオなの。可愛く描けてるね。可愛く描けてるけど、実物のマリちゃんの方が可愛いね。上手だね。マリちゃんとそっくり。そっくりではない。え、そっくりって言った方がいいのか。でもなんか、むって顔してない？むって。そうかな。うん、とっても上手だよ。ありがとう。今日はここでおしまいにしようか。うん。誕生日になんか買ってあげるのかな？9月21、あ、誕生日だ。こんにちは、マリちゃん。こんにちは。今日もお話しよっか。いや、まず誕生日おめでとうから始めろよ。
うん。最近何かいいことあった？ない。ないか。じゃあ最近食べて美味しかったものは？パン。かわいい。何のパン？クロワッサン。クロワッサン好きなんだ。おしゃれだもんね。いいね。じゃあ。あ、お客さんかな？ちょっと待ってて。お客さん来る場合あんの？え、何あんた？はい、あ、先輩。どう？調子は。まあまあって感じですかね。そう、まあ最初はそんなものよ。それにあの子も結構難しい子だから。そうですよね。それでね、上からの伝言を伝えに来たの。え、何かしました？そういうわけじゃないわ。このまま現状維持で、ですって。現状維持？ええ、あの子、実はあなたの前に担当が何人もいたのよ。でも泣き出したり喋らなくなったりで担当が変わり続けてて。3ヶ月を持ったのはあなたが初めてらしいわ。そうだったんですか。だからこれ以上刺激しないように。いや、刺激してないよ、別に。現状維持で接していきなさいですって。いや、お前らが決めんじゃねえよ。俺とマリちゃんの関係性お前らが決めんなよ。はあ。せっかく長く持ったんだから。このチャンスを逃したくないんでしょうね。ああ、なんかやだな。子供をそんな、子供を前にしてそんなチャンスとか言葉使うなよ。まあ何も変える必要はないってことでいいんじゃないかしら。じゃあ私は患者さんが控えてるから。頑張ってね。あ、はい。現状維持か。あの子のことを僕では救えないのか。あ、そういう意味でもあるのか。お待たせマリちゃん、お話の続きをしようか。もっとうまくやれば僕はこの子を救えたのだろうか。ノーマルエンド1、変わらぬ日常。そっか、ダメだったんだ。このゲームはフィクションです。実在の人物、団体とは一切関係ありません。残酷な内容を次回読む、絶対。はぁ。いや、てっきり一番最初にハッピーエンド行くかと思ったわ。どこで間違えた？誕生日プレゼントとか渡してないの？誕生日とか聞いたのに？じゃあ、ここら辺からも、戻ろうかな。友達についてとか逆聞いてみるか。マリちゃんは友達と遊ぶことある？友達？あ、目線外した。学校の子とか施設の子とか。友達って何？難しい質問だね。そうだな。よくお話ししたり遊んだりする子かな。わかんない。わかんないか。じゃあ、いつかお友達が できたら先生に教えてね。え、先生とマリちゃんは友達じゃないの？言えばいいじゃん。僕たちみたいな、あ、そっか、でも、それは良くないか。他に、また友達ができた時に、この関係友達なのかわかんなくなっちゃうか。うん。じゃあ好きなタイプについてとか聞いてみる？マリちゃんはどんな人が好き？優しい人。先生も優しい人好きだな。他には？お話ししてくれる人。うんうん、お話できると楽しいよね。先生は？ん？先生はどんな人が好き？先生はそうだな。やっぱり優しい人がいいの。一緒？そうだね、マリちゃんと一緒だ。そうなんだ。あ、先生のことちょっと好きなの、マリちゃん。じゃあ今日もお絵描きしよっか。これ絵変わったりすんのかな？先生。あー、パパとママのこと好きのくだりか。マリちゃんも好きなんだもんな。ここちょっと好きのまま。いや、マリちゃんは嫌いって聞いてみるか。マリちゃんはお父さんとお母さんのこと嫌い？わかんない。わかんないの？そっか、大人になったらきっとどうなのか、わかるよ。いやー、ちょっと無責任なこと言ってんな。できた。あ、でも、描くイラストは変わんねえんだ。最初っからやった方がいいのかな？エンディング5個でしょ。むずいね。でも楽しいわ。こういうゲーム好きなんすよね。じゃあ、花火について聞かない。花火大会について。そういえば、マリちゃんの施設の近くで花火大会があったよね。うん、うるさかった。近いとうるさいよね。眠れなかった？お祈りの邪魔だった。夜もお祈りしてるんだ。シスターに勧められたから。毎日してるの？うん。偉いね。そういうのはなかなか続けられないよ。でも飽きちゃうかも。マリちゃんならきっとできるよ。そうかな。うん、先生はそう思うな。大人になったら誕生日について聞くのやめよう。そういえば来月はマリちゃんの誕生日なんだよね。うん。マリちゃんは大人になったら何がしたい？わかんない。わかんないよな。11歳ぐらいでしょ。わかるわけない。11歳の頃の夢を叶えてるやつって何人いんだよってなっちゃうもん、ね。まだわかんないか。先生は子供の頃、大人はいろんなところに行けると思ってたな。大人になったらいいことある？うわぁ、難しい質問するね。どうだろうね。どうだろう。
うん、先生は楽しいよ。あ、まあ確かにね。なんか過去に戻りたいか戻りたくないかみたいな話は、今のまま、いたいって言うけどね、俺は絶対。でも子供の頃に戻りたいと思うこともあるかな。あー、まあ戻れたらいい場面はあるけど、同じ人生を歩めるかって言われたら、今いる友達とまた仲良くなれるかって言われたら、そうじゃない気がするから、今の出会いを大事にしたいっていう月並みなことを言っちゃうかな。私はいい大人になれるかな。なれるよ。マリちゃんはいい子だからね。好きな人について聞こう。どんどんグイグイ行こう。マリちゃんは好きな人はいるの？誰でもいいの？もちろん。先生、あ、ほんと？嘘ついてない。嘘つくときお前目線そらす癖あるよ、多分。え？先生が好き。ほんとに？嬉しいな、ありがとう。先生は私のこと好き？もちろん。あ、なんか、悪い方向行っちゃうか、これ。あれ時間だね。さあ、今日もお絵描きしよっか。やだ。え？あ、そっか。マリちゃんはお絵描きが好きじゃねえんだ。いや、多分先生が好きっていう話の体で、つか、先生が好きっていう過程で話すけど、お絵描きすると先生が離れてっちゃうって思ってるんだ、多分。描きたくない？うん。そっか。じゃあ今日はここで終わりにしよっか。いや、そういう意味じゃないもんな。お絵描きすると終わりになっちゃうから描きたくなかったのに、それじゃ同じじゃないってなってるもんね、今。9月21日。遅いな。もう15分も過ぎてる。ああ、これバッドエンドか。はい。すいません、先生。ああ、こんにちは。遅いので心配しましたよ。すいません、もう少し早く連絡できればよかったんですが。いえいえ、大丈夫です。どうしましたか？実は、マリアさんが行きたくないと。なんで？なんで？なんで？え？実は先週もそう言ってたのですが、一応動いてはくださったので来たんです。そうだったんですか？本人はどちらに？車の中です。他の職員の方が付き添っていただいてます。本人はどんな様子で？ずっと泣きじゃくっていて、おそらく車からは出られないかと。そうですか。うわぁ、なんかの選択肢を間違えたせいでこうなったのか。では今日はここでおしまいにしましょう。来週また来てみてください。はい、失礼し、いたします。じゃ、一応最後まで行けたからよかったっちゃよかったのか。結局その後もあの子は来ず、僕は担当から外された。何がダメだったんだろうか、何を間違ったんだろうか。数年後、風の噂であの子のことを聞いた。あの子はずっと部屋から出られていないらしい。あ、やっぱそうだったんだ。全部嘘だったんだ。花火とかも嘘だったのか。あの子はずっと過去に囚われているのだろうか。僕があの子を救えれば違ったのだろうか。今更後悔しても遅い。もう過ぎてしまったことなんだ。僕はあの子を救えなかった。わあ、むず。あ、ノーマルエンドに拒絶。これもノーマルエンドなんだ。残酷な内容、ショッキングな内容、軽度の恐怖が、軽度の恐怖、やだな。一応順調だよ、でも。このまま行ったらノーマルエンド3も取れるのかな？アルバム？あー、イラストがこれ毎回違う、あ、そういうことか、そういうことか。どのイラストを撮るかとかで変わってきたりするんですかね、もしかしたら。よし、頑張ろう。もうここら辺で最初からやってみる。いいっすかね。で、どうせもう全エンド取るんで僕。昨日って聞いてみよう。もう新しい人の担当をお願いしたって言ったでしょ。はい。これ、あ、オッケーオッケー。ここら辺は変わんないね。じゃあ、初日から行こうかな。また。この子が担当する子か。まずはどんな子か探っていこう。はじめまして。先生とか好きなように呼んでね。で、マリアちゃんって聞いて、いい名前だねって言ってみようか。いい名前だね。ああ、そっか。なんて呼べばいいかな。あ、結局いい名前だねって言ってもそうなんのか。で、ちょっと、早速なんだけど質問してもいいかな。うん。な、悪そうな質問ばっかり選んでこっかな、今回は。嫌いなものについて。嫌いなものは何？わかんない。わかんないか。じゃあ野菜は？ピーマン嫌い。わかる。先生も嫌いだったな。好きな子について。好きな子とかいるの？わ、え？あ、ごめん、早かったかな。いや、そうだもんね。ここにずっと一人でいるってことだもんね。全く違う表情されたな。学校のこと。学校は楽しい？好きな教科はある？
音楽。あ、そうなんだ。音楽好きなんだ。いいね。音楽のどんなところが好きなの？歌うところ。そっか。そうなんだ。先生は苦手だったな。いつか聞かせてくれる？うん。あ、これは悪くないのか。今日はここまでかな。疲れた？ちょっと。あ、ここら辺は変わんないのか。絵が変わったりすんのかな。芸術関係のことが好きなのかな。あ、ここにクレヨンと色鉛筆があるから好きなものを描いて。あ、穴なんだ。変わらず穴。じゃあ2回目。今日最近あった出来事について聞いてみようか。最近あった出来事を聞きたいな。七夕。確かにそうだね。何か願い事はした？してない。そっか。何か特別なものは食べた？七夕ゼリーが出た。何それ？七夕ゼリーって何？あ、懐かしい。先生も食べたことある。あ、そうなの？みんな食べたことあんの？俺食べたことないよ。美味しかった？うん。父の日について聞いてみようか。全部逆でいこっか、今回。そういえば、先月は父の日だったよね。あ、そうだよね。なんか、あんま聞いちゃいけない気するわ。どうしたの？あ、違うお話しよっか。好きな子について。今の子たちって好きな子の話とかするの？わかんない。そうなんだ。先生が小学生の時はよく喋ってたな。あー。オッケー。なんか良くなかったろうな、多分今回。あ、でも、描く絵は変わんねんだ。7月24、3回目。こんにちは、今日も暑いね。こんにちは。あ、こんにちはとか言ってくれるってたっけ、前も。え、ここって何に聞いたっけ？旅行について聞いたっけ？夏について話そうか。マリちゃんは夏は好き？うん。そっか、暑いの苦手？うん。先生も暑いの苦手だな。でも夏はアイスが美味しく感じるよね。うん。じゃあ、今欲しいものについて聞いて、たまごっちだったから前回。施設について聞いてみようか。そういえばシスターさんから聞いたけど、マリちゃんは最近今の施設に来たんだってね。施設での生活には慣れた？うん。マリちゃんの施設はどんなところなの？変。変？どんなところが？毎日お祈りするところ。そうなんだ。マリちゃんは神社で拝んだりしたことはない？ない。そっか。でも毎日してればそれも慣れるよ。うん。恋バナするか。恋バナしよう。マリちゃんは友達と恋バナとかするの？しない。そうなんだ。周りの子とかはしないの？知らない。そっか。いや、手応えなさすぎるわ。当たり前だけど。今日はこれでおしまいだね。今日もお絵かきしてくれる？うん。ノーマルエンド3を撮りたい。変わんねんだ。でもこの絵がさ、なんか女の子はさ、俺に何かを伝えようとしてきてるっていう可能性あるよね。ここから助け出してほしいとかそういうことだったりすんのかな。4回目、8月7日。日付とかは変わってないよね。あ、こんにちはって言ってくれるようになった。普通なんだ。じゃあお話しよっか。夏休みについて聞くか。夏休みについて。夏休みだけどなんかした？あんまり。最近お祭りがあったけどそれには行かなかった？行った。あ、行ったんだ。いいね。何か美味しいもの食べた？チョコバナナ。美味しいよね。お祭り楽しかった？楽しかった。あー、なんかオウム返しみたいになってる。それはよかった。来年も行けるといいね。なんか俺との会話作業みたいになってんのかな、この子の中で。うん。じゃあ、下の友達について前回聞いたから、今回施設の人について聞くか。あ、そっか、両方聞いたか、これ。そっか、この辺ぐらいからやり直しちゃったんだっけ。友達とかガンガン聞いてった方がよかったかな。好きなタイプについて聞いてみよう。これ先生って言ってくれんのかな？あ、これ別に選択肢良かったとかじゃないのかな？あ、変わんないね。ノーマルエンド3はどうやって取るのか教えてほしいな、ちょっと。悪い選択肢ばっか選んだりすんのかな？ 8 月21。来月誕生日だもんな、確か。まあ、花火についてとか、もう聞いたもんな、これ。一応パパパって飛ばして、誕生日についてとか聞いとく？好きな人についてここでも聞くか。あ、でも先生好きはやっぱ嘘なんだ。先生のこと好きとか
言っといた方がこいつ喜ぶだろうぐらいの感覚で言ってるってことなのかな。なんでもないって言ってる。あ、ノーマルエンド3かも、これ。あれ、できたの？うん。あ、なんだ？どうした？これは？何を書いたの？失敗したから消したの。言ってくれたらもう一枚あげたの。もう一枚書く？うん。そっか。じゃあ、今日はここでおしまいだね。いや、なんか書いたやつをさ、ぐしゃぐしゃってしたから、なんか炙り出したりしよう。うん。ノーマルエンド3っぽいな。9月21日。遅いな。あ、ノーマルエンド、あ、外騒がしいな。先生、バッドエンドか。どうしたんですか？マリアさんはこちらに来ていませんか？来ていませんが、どうしたんですか？実は車から逃げ出してしまって。え、どこで？駐車場からです。おそらく遠くには行ってないと思うんですが。あ、どういう状況？わかりました。僕も探します。あ、やばそうな展開。いましたか？どこにもいません。どこに行ったんだ？あの子が行きそうな場所は、あ、選択肢出るか。おい、あそこ。誰か止めて、なんだ？すいません、警察ですか？ビルの上に女の子、あ、バッドエンドだ。あ、あれは、マリアさん。とにかく止めなくては。うわぁ。誰か救急車と警察。ああ、早く手当てをしなくては。なんだ？これは夢じゃないのか？この子は本当にあの子なのか？マリアさん。違う、この子は。バッドエンドだ。続いてのニュースです。先日、東京都内のビルから小学6年生の木村マリアさんが落下した事件について警察は、結局あの子は救えなかった。すぐに駆けつけた医者によってその場で死亡が確認された。先輩は僕のせいではないと言ってくれたが、あれは僕のせいだ。僕があの子を殺したんだ。僕があの子を。あの日の光景が目に焼き付けて離れない。正気のないあの濁った目が僕を見ている。あの子の顔が離れない。ノーマルエンドなわけないもんな。バッドエンド来世に期待。うわぁ。え、じゃあさ、ノーマルエンド3どうやって撮んの？バッドエンドを撮ったら、なんかセーブデータ全部消えて、アルバムとかも消えちゃったんですけど、まあ、今回、ちょっとハッピーエンドを目指して、ハッピーエンドじゃねえわ、トゥルーエンドか。トゥルーエンドを目指していけたらなと思います。それなので、マリちゃんが嫌がってたみたいなのをなんとなく覚えてる範囲で避けてって、いい選択肢だけを選べたらなと思います。いい名前だねってやっぱ聞かれるの良くなさそうだったから、なんて呼んでほしいで、いきます。で、これマリって言って、最初なんかやっぱ目線あんま向けてくれてないのかなって思ったけど、そうでもなかったね。好きなものについて聞いてみようかな。まあ、ここら辺は見たんで、パパって、まあ、やりながらやっていこうかな。わー、あ、そっか、好きな子とかだったらめっちゃすごいリアクションしてたか。好きなことについてちゃんと聞こう。やっぱ一番最初通ったルートって、惜しかったのかな？むずいよね。まあ、魔法使いの本の話とかして、まあ、学校のこと聞いてみるか。ニュース、あ、どっちが良かったっけ？まあ、学校のことでいいかな。あ、そっか、音楽が好きってここで聞けるのはいいのか。好きなことの話をしてくれてんだもんね。大事かも。描いてくれるイラストとか変わったりすんのかな。もう、こういうゲームってどこを間違えたかわかんないってのが一番きついっすよね。とりあえず、ノーマルエンド1、ノーマルエンド2、バッドエンド取ってるんで、あとはトゥルーエンドと、あ、穴は変わんねえな、ずっと。トゥルーエンドと、ノーマルエンド3取れたらいいと思います。トゥルーエンドは多分本当にいい選択肢ばっかり選べばいいと思うんですけど、ノーマルエンド3がむずそうっすね。あれなのかな？ノーマルエンド3は恋バナ系がっつり聞くとかなのかな？恋バナめっちゃ出てくるから恋バナ系もなんか関わってきたりすんのかな？ 2 回目の面会ですね。今日の朝ごはんでいいかな？単純に。やっぱ。朝ごはんとか、当たり障りのない会話からまず始めようかな。で、仲良くなることが大事だもんね。まあ、家族のことあんま聞いちゃいけなさそうだから、夏休みについてここで聞いとくかな。そっか、やりたいこととかなかったか。あ、そっか、流しそうめんとか、こういう楽しそうな話をできるのは、あ、良くないかも。あ、良くない話したかもな。
目線外した時よくねえかなとか思ってるんですよね。じゃあ行ってみたい場所、今回は恋バナをスルーしようかな。本当にまあ海行って貝殻拾いしたいんだもんな。こういう話とかいいよね。希望的な話いいよね。一緒に貝殻拾いできたらいいな。じゃあイラスト描いてもらう時間だね。お絵かきして。じゃあ変わんないんだ。絵変わんねえよ多分これ。やっぱ家族、あでも両方とも家族を感じるか。旅行についても家族を感じるし、夏に、あでも夏についてはあんまり家族を感じないか。なんか家族とか友達っていう話はあんま好んでない気がするから、まあ夏についてするか。まあこれも夏が好きかどうかなんて実際当たり障りない話だもんな。うわー、今欲しいものたまごっちだったな。施設についてどっちがいいんだこれ。まあ施設について聞いとくか。施設についての時の方が饒舌に喋ってたっちゃ喋ってたかな。でも施設はあんま、あでもこうやって自発的に喋ってくれるもんね。お祈りするところが変。名前マリアってのも関係してきてんのかな。シスターにマリアだから、もしかしてマリちゃんが、まあ、恋バナは絶対する、マリちゃんがこの施設という、あでも11歳で宗教団体のさ教祖なわけないか。マリアって名前だからすげえ崇められてたりすんのかな。そんなことはないか。名前好きじゃないって言ってたのは何だったんだろう。4回目の面会まで来ました。さあどうするか。あでもこうやって話してくれてるなったな。あどっちが良かったか覚えてねえな。一番最初選んだのって確か施設の活動だったの。ボランティアしてるとかいう話してくれてたよね。そうだよね。やっぱこういう話の方がいいかな。マリちゃんが結構がっつり喋ってくれる方がいいよね多分。施設での活動のこととか覚えてんのか。友達は絶対ないから施設の人について聞くか。施設の話ばっか聞いちゃってるね。ごめん。あ、やべ、目線ずらしてるわ。変な格好してんだもんな。そうだもんな。そんくらいだもんな。それってなんか言っていいかわかんないからって感じるのかな。シスター素晴らしいとか言ってもいいのかな。好きなタイプについてはよう聞けんな。よう聞けないよね。まあ、で将来の夢について聞いていいのかな。まあ将来の夢の方が良さそうかな。普通に。あーでも待てよ。好きなタイプって優しい人とかだったから好きなタイプとかにするか。なんかあれだもんね。好きなことはまた違うもんね。好きなタイプについて聞こう。なんかこれで優しい人好きで先生と一緒だねみたいな話して、なんかいい感じだったもんな。先生にも興味持ってくれてるから。よかったりすんのかな。一緒っていうので友達になれかけんのかな。わあどっちかわかんねえな。ちょっとさっきのとこセーブしたんで、トゥーエンド取れなかったらちょっとさっきのところで分岐するかもなっていう目星をつけときました。じゃあ今日もお絵かきよろしくね、マリアちゃん。あ、パパとママのこと好きの話あるな。これ絶対好きだよね。嫌いって選んだらわかんないって言ってて、好きって選んだら好きって言ってくれてたもんな。で好きなんだもんな。本当はパパとママのこと好きだもんな。でもやっぱ施設にいるってこと。ああでも目線ずらしてるわ。わどっちかわかんねえな。まあでもパパとママの絵描くってことは絶対好きってことだもんね。でも施設にいるってことは簡単に会えたりはできないってことだもんね。何かが原因で施設に入ってるってことだもんね。お父さんとお母さんはもういないのかもしれないんだもんね。あでもそっか、マリアちゃんから言ってくれたってのが大事なのかな。これ何回目だっけ。5回目かな、4回目かな、そんくらいの話っすね。じゃあ花火について、花火大会についてどっちだろう。どっちが良かったっけこれ。花火大会の方が良かったんだっけ。うるさくて寝れなかったみたいな話してたもんね。あ、お祈りの話が大事だったりすんのか。あ、分かってきた分かってきた。施設の話ずっと聞く方がノーマルエンド3かも。だから今ノーマルエンド3に向かってるかも。トゥルーエンドが、だから仲良くなってからの恋バナとか、なんか初回とかのさ、好きな子がいるとかの話の時はびっくりしてたけど、後半の好きな
子がいるみたいな、もう一回出てきたってことは、それに意味があると思うから、施設のことをめっちゃ聞きまくるのがノーマルエンドさんで、なんか、施設の話になったりすんのかな。まあ、誕生日について聞いとくか。ああ、でもなんとなく、エンディング開始の目星ついてきたな。これがどこのエンディングになるか。これからのことだよね。まずは。ああ、でも目がスッてなっちゃった。将来のことじゃなくて今日みたいです。ああ、そっか、お話しする機会増やすみたいな話してたもんね。よかったんだ。これどうなんだろう。あ、お絵描きはしてくれるんだ、普通に。あ、そっか、私の絵描いてくれたもんな。これノーマルエンド1かも。あ、ノーマル、あ、ちげえ、ちげえ、ちげえ。え、どうやってさ、あ、よかった。ありがとう、先生、あのね、どうしたの？あのね、神様って信じる？なんだこれ。神様ルート取ってるわ。神様、先生はどうだろう？信じるかな？そうなんだ。いや、あんま信じてないよ、実際俺は。どうしてその話をしようと思ったの？あのね、シスターに言われたの。自分が良いと思うことをしなさいって。そうすれば神様が救ってくれるって。うん。でも私は悪い子だから良いことなんてできないの。そうなの？なんかしたの？どうしたの？目が座ってんな。マリちゃんはそう思うんだね。いや、いいんだよ。他人が押し付けてくるさ、理論とかなんて、自分がそれを違うなって思ったなら信じなくていいよ。うん。前に言われたの。カエルの子はカエルだって。はあ、なるほどね。あ、そっかそっか。お父さんとかお母さんが、何かの犯罪を犯して、家に警察とか来てたとか、そういう意味だったりすんのかな、イラストは。だから犯罪者の娘みたいな立ち位置なのかな。私はパパとママが悪いから悪い子なんだって。誰に言われたの？それシスターに言われたの。だから私はいいことができない。そんなわけないだろ。そんなわけないだろ。そうかな。先生はそう思わないよ。いくらカエルの子はカエルでも、どう生きるかは自分で決められるでしょ。そうだよ。だってカエルの子はカエルってだけだもんね。人間の子は人間なんだもん。悪い人の、無理やりすぎるわ。その理論って無理やりすぎるわ。だって悪い人の息子が悪い子なわけ。絶対そうとは限らないもんね。カエルの子は絶対カエル。あ、そっか。でもそういう風に紐付けていくのか。すいません。わけわかんないこと言ってる15秒間ぐらいでした。悪いカエルが親でもいいことをすれば、いいカエルだと周りは思うんじゃないかな。だからいくらマリちゃんの親が悪い人でも、マリちゃんが悪いことは限らないよ。本当？じゃあ私がいいことをすれば、いい子になれる。いや、絶対そうだよ。そりゃそうだよ。マリちゃんの評価はマリちゃんからでいいと思うよ。親の評価はもちろん、最初の頃はついてくるかもしんないけど。あ、でもそれに耐えられるかどうかもあるのか。うん、そうだよ。でもいいことって何？いいことって何だろうね。そうだな、施設の職員さん、シスターと同じことをしてみたらどう？シスターと？うん、早起きをしたり、お祈りをしたり、奉仕活動をしたりしてみるんだ。それだけ？うん、大変なことだけど、それができれば。きっといい人になれると先生は思うな。そんなこと言っていい？そんなこと言っていいかな？本当に。わかった、やってみる。うん、頑張ってね。うん。じゃあ、今日はこれで終わりだね。またお話しよう。うん、またね。あ、笑ってる。何エンドなんだこれ。9月21日。どうした？服装ちげえな。こんにちは、マリちゃん。こんにちは、先生。今日も元気そうだね。うん、先生の言う通り健康的な生活してるから。それはよかった。じゃあ今日もお話ししよっか。うん。最近何かいいことあった？同じ班の一緒に暮らしている子なんだけど、あ、友達の話してる？その子にブックカバーをもらったの。あ、よかったな。誕生日プレゼント？よかったね。どんなやつ？かわいいお花柄なの。本が傷つかないようにふかふかなんだわ。よかったな。あ、なんか、
楽しそうに喋るようになったな。目も光があるわ。あれあったっけ、もともと。ふかふか読みにくくないの？うん、持ち運び用だから。そうなんだ。今日は何か持ち歩いてるの？今日はないの。でもいつもは聖書を持ち歩いてるんだ。あ、そういうタイプになっちゃったんだ。いや、なっちゃったっていう言い方はダメか。本当にシスターみたいになってんだ、今。先生の言葉一つで変えてしまったんだ、この子。すごく熱心なんだね。もしかしてあれなのかな？先生自身も、そういう宗教団体の一人なのかな？うん、人は裏切るけど、教えは裏切らないでしょ。あー、めちゃくちゃ、なってんじゃん。あ、てか髪型とかも、綺麗になってるわ。なんかちょっとボサってしてたもんね。最初は先生やシスターに言われて少し疑ってたけど、先生の言う通りシスターの真似をしてみたら、ちょっとだけ救われた気がしたんだ。あ、そっか。それでマリちゃんが救われたのならいいのか。どんなことだって。そうなんだ。どうしてそう思ったのかな。神様に祈ると私の罪が本当に少しずつ許されたように感じるの。うまく説明できないんだけど、その悪い方向に行かないように神様が正してくれる気がして。罪、何か悪いことしたの？うん、とっても悪いことだよ。何何、怖っ。でもそれはマリちゃんが思ってるだけなんじゃないかな。うん、本当に悪いことだよ。親を殺したのか。先生に言ったら嫌われちゃうかも。そんなことないよ。マリちゃんはいい子だって先生は思ってるからね。え、そんな軽いこと言っていいか？ありがとう。あ、先生、伝えたいことがあってね。何？施設長さんに言われてね、名前を変えようかと思って。あ、名前やっぱあんま好きじゃなかったの。マリア様だから。名前を？うん、先生はどう思う？え？好きにしたらいいと思うよ。自分が嫌だなって思うなら変えればいいんじゃない？マリちゃんがそうしたいと思うなら先生は止めないよ。ほんと？うん、マリちゃんの名前が変わっても、マリちゃん自身は変わらないからね。いや、もうだいぶ変わってるよ、お前。これいい方に変わってるか、本当に。これノーマルエンド3か？本当はね、いくら名前が嫌いでも、変えたら私じゃなくなるかなって思ったの。いや、それはわかんない。パパとママからもらった名前を、なくしたらどうなっちゃうのかなって。でも先生がそう言ってくれるならやってみようかな。え、俺のことめっちゃ信頼してるな。名前の候補は決まったの？うん、まだなんだ。好きに決めていいよって言われてるんだけど、なかなか決まらなくて。そっか、決まったら教えてね。うん、先生あのね。あ、めっちゃ喋ってくれる。先生あのね、先生あのねってめっちゃ言ってくれてる。自発的にすげえ喋ってくれてる。これ良くなったのか？マリちゃん、俺は救えたのか？どうしたの？先生がこうやって話してくれるから私は変われたの。本当にありがとう。マリちゃん、これからも私の先生でいてくれる？当たり前だろ。嬉しい。ありがとう先生。めっちゃ笑うじゃん。かわいい。そうだ、これからお散歩しに行かない？お散歩？うん、時間内ならいいでしょ。いいよ。どこまで行く？屋上の庭園が見たいな。看護師さんにあるって聞いたの。屋上から俺のこと突き落としたりしねえよな。いいよ、行こっか。どうなんだこれ。いや、すげえマリちゃんのことを怖く思ってきちゃってる俺。わあ、すごい綺麗。うん、綺麗だね。このお花は何だろう。先生もわからないな。でも綺麗な花だね。うん、そうだ、マリちゃん誕生日おめでとう。忘れられてたかと思った。そうだよね。そんなことないよ。いつ言おうか迷ってたんだ。ありがとう。先生大好き。うん、先生も大好きだよ。これからもよろしくね、先生。これから、こちらこそよろしくね、マリちゃん。トゥルーエンド、信仰は裏切らない。いいのこれ。本当にトゥルーエンドこれ。あ、エンドロールが流れてる。トークウィズユー、女の子とお話しするゲーム。あ、じゃあ、あとノーマルエンド3か。むずいな。ノーマルエンド3が一番むずいと思ってるんですよ。ちょっとじゃあ試せることといえば、やっぱ恋バナの下りガンガンやってて先生に惚れちゃったりするルートがあるのかもしれないよね。これ、あ、すげえ、はじめ桜さんって人がめちゃくちゃいろんなことやってるわ。すごいな。いや、とても素敵なゲームでしたね。こういうゲームめっちゃ好きなんですよね。選択肢によって変わっていくっていうのがやっぱいいっすよね。
まあ、いろんなエンディング見てきたけど、トゥルーエンドは本当に良かったのか、ちょっと僕にはあんま分からなかったっすね。ノーマルエンド1とかの方が良かった気がしたのか。あ、でもそれはずーっと平行線みたいになっちゃうのか。ずーっと、マリちゃんは、救われないのかな、あれは。まあ、そっか。なんか生きがいっていうか、自分がやりたいことを見つけられたって時点で、マリちゃんはもう救われてんのかな。何もやりたいことなくて。何も、だって部屋にずっといるとか言ってたもんね、ノーマルエンドとかでは。だからこれは、マリちゃんが変わるきっかけを先生が作れたってことなのかな。まあ、バッドエンドじゃ救えなかったけど、トゥルーエンドでは、ちゃんと心までマリちゃんのことを救うことができたってことなのかな。神様を。神様、そっか。いや、わかんねえな。まあ、神様のことを信じたことは何回かあるけど、まあ、本当に大事な場面でしか神様のことを信じたりとかしたことないけど、神様が拠り所になる場合もあるのか。そっか、そうだよね。拠り所になる場合があるからこういう宗教とかってあるんだもんね。いや、むずいな。いや、でもとても素敵なゲームでした、本当に。いや、まだ終わらないですけど、ノーマルエンドを死人物狂いで探します、今から。どう撮ったらいいんだろうね。あ、アンドユーって言われてるわ。いいね。ありがとうございます。いや、素敵なゲームでした。めちゃくちゃ。まだやりますけど。いや、素敵なゲームだったな。トゥルーエンドか。最後に撮るべきだよね、こういうのって。このゲームはフィクションです。あ、オッケーオッケー。読んだ。じゃあ、ノーマルエンド探していきます。それなんで、ノーマルエンド撮れそうだなって。思うとこまでカットします。じゃあここでまた好きな人を選んだら、先生のこと好きって言ってくるんだもんね。これで変わるかな。多分ほぼ同じ選択肢取ってきたかな。あんま、もしかしたら間違えてるとこは1個か2個ぐらいあるかもしれないですけど、だいたいこれ、あ、変わってる。これは先生と私。嬉しいな、ありがとう。本当嬉しい。うん、とっても嬉しい。じゃあ先生、私のこと大好き？うん。ほんと？いや、子供のこういう大好きとかってほんと軽く返しちゃいけない気する。あ、でも俺も大好きって言っちゃうかな。ちっちゃい子に大好きとか言われたら大好きだよとか言っちゃうかもしんないな。むずいな。もちろん。嬉しい。私も先生のこと大好き。あ、よかった。でも笑ってる。ありがとう。まだお話ししたい。ほんと？でも今日は先生お仕事あるんだ。だから次にしよう。約束だよ。もちろん。え、いいかな、これで。ノーマルエンド3っぽいね、確かに。9月21日。うわぁ、どうした？ハートになってる目が。いいの、それで。こんにちは、マリちゃん。あ、先生、こんにちは。漢字変わったね。今日はずいぶんおしゃれさんだね。うん、先生と会うからおしゃれしたの。恋してる。そうか、それは嬉しいな。嬉しいなとか適当に返していいの？もうこうなったらもうどうしようもないよ。ほんと嬉しい。目めっちゃハートになってるもん。うん、今日はツインテールなんだね。うん、男の人はツインテールが好きだって。そうなのかな。ミカちゃんが言ってたから。ミカちゃんって誰だろう。そうなんだ。ねえねえ、このワンピースどう？いや、このワンピース可愛いと思いますよ。でも、そっか、日焼けとかしちゃうよ。可愛いね。新しく買ったの？誕生日プレゼントに買ってもらったの。よかったな。男の人は可愛いのが好きだってあかねちゃんが言ってたから。いろんな友達できてるね。そうなんだね。ねえ先生、私のこと好き？うんうん、もちろん好きだよ。うわ、もうこういうの一番良くないよ。ほんと、じゃあ結婚してくれる？目がパキってるよ。え、結婚？犯罪になっちゃうかもしんない。うん、両思いなら結婚しなくちゃ。だって大人ってそうやって夫婦になるんでしょ。でもマリちゃん子供だから。私子供じゃないよ、大人だもん。でも結婚できる年齢が決まっててね。マリちゃんはまだ結婚できないんだよ。じゃあ私が大人になったら結婚してくれる？どうかな。
全然私のことが好きなんでしょ。そうだよね。好きだって言ったんだから結婚しろよ。だったら責任持ってよ。だって私はもう先生のこと好きになっちゃってるんだもん。だったら結婚してくれるよね。こういう救いもあるのか。先生、好き、大好きだよ、ハート。大人になったら絶対結婚してね。でもそっか。ああ、そっか、こういうのってほんと難しいよね。だってさ、ちっちゃい頃って、娘とかって、お父さんと結婚するって言うっていう話は聞くもんね。都市伝説的に。そういうことなのかもしれない。マリアちゃんが大人になるまで、先生のことが好きでいてくれて、それで、まあ、バッドエンド3、バッドエンド3じゃねえや、バッドエンドを見てるし、バッドエンドみたいなことなんないで、生きていてくれるんだったら、それでいいのか。その間にもっと先生よりも好きな人のことを見つけてくれて、先生が振られる形になっても別に先生はそれでもいいもんね。だって、マリアちゃんが救われたならそれでいいんだもんね。マリアちゃんってもう呼んじゃってるわ。ノーマルエンドさん大好きな先生。というわけで、全エンド取れた。よかった。いや、めっちゃ面白かったっす、本当に。そっか、先生好きが生きがいになる場合もあるのか。アルバム見てみよう。あの、バッドエンド取った段階で消えちゃったんですよね、このノーマルエンド1とか。あ、え、素敵なイラストあるわ。あ、でもなんかパキってるイラストもあるな。あ、なんか見れねえな。なんで見れねえんだろう。気になったんで、もう一回全エンド取ってきました。これで全部のルートが取れたのかな。これがノーマルエンド1なんだ。本当に継続って感じなんだ。これがトゥルーエンドってことかな。わあ、すげえ綺麗な景色だね。景色を噛むっていう。で、ノーマルエンド2の時だけ部屋に引きこもってるって意味なのかな。で、ノーマルエンド3。で、バッドエンド。あ、もう一個あんのか。え、もう一個あんのこれ。あるんですかね。ちょっとあれから、いろんなパターン試したりして、もうひたすら恋バナの話めちゃくちゃ撮ってみたりしたんですけど、ここのアルバムだけ見つけられなかったすいません。まあでもとても素敵なゲームだったんで、ここまでにしよっかな。どのルートが一番幸せだったんだろうね。ノーマルエンドさんも幸せっちゃ幸せかもしれないもんね。なんかあるもんね、中学ぐらいの時って。一時期わけわかんない人のこと好きになる時あるもんね。で、大人になるにつれて気づいていく。先生がまともな人だったら、まともな展開になるかもしれないもんね。わかんないけど。トゥルーエンドが確実に幸せかって言われたら、よくわかんないもんね。いや、どうだろうね。現状だったらずーっとこのままのマリちゃんってことだもんね。それも、いや、わかんないな。どのエンディングが良かったかなんて考えるのは無粋なのかもしれないです。というわけで、とても素敵なゲームだったんで、もしかしたら隠しみたいなのがあんのかな、全然わかんないですけど、そんなちょっとわけわかんないこと言うのもあれなんですけど、アルバムの最後の1個だけ取れなかったすいません。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。